石川さゆりです。小渕健太郎です。というわけで、はい、今回石川さゆりさんの楽曲を、提供させていただきました、はい、ありがとうございました。実は去年の埼玉スーパーアリーナにも見に来ていただきまして、はい、実はそのちょうど前後でしたかね、楽曲をということでお話をいただいて打ち合わせをして、はい、今日ちょうどレコーディングがまあほぼほぼ終わりかけてるという感じなんですけれども、はい、いや本当に楽しかったです。ありがとうございました。本当に素敵な歌、私大好きな歌、詞もメロディーもそしてアレンジも、本当にありがとうございます。ありがとうございます。タイトルは春夏秋冬というタイトルですけれども、はい、もう石川さゆりさんが僕らに、こう抱いてたイメージというか小袋の楽曲を聴いていただいて、うん、まずはもうお二人の歌は春夏秋冬を感じるって言われた時に僕はもうすぐそこでメモを取ってですね、もう春夏秋冬が全部入ってる歌を歌われたらすごく素敵なんじゃないかなと思って、その日のメモ書きがほぼまあこうして春夏秋冬という歌詞になったんですけど、はい、ありがとうございます、はい、もうでこうやってレコーディングも全部本当に細かく一緒に作っていただいて、いやいや本当にがっつり一緒にできたし、バンドもレコーディングスタッフも小袋がいつもさせてもらってるメンバーなんかで、 そうですね、はい、そこにさゆりさんがどっぷりこう使ってもらって、うん、はい、なんか楽しんでもらえたらいいなと思ってたので、まあこれはシングルでももちろん聴いていただきたいと思うし、クロスという私とコラボレーションのアルバムが、はい、パート3になるんですけども、はい、私がなんて素敵なアーティストの皆さんなんだろうって思う方にもう本当に直談判をいつも、はい、自分でこんな思いでご一緒したいんですってお話をしながら、うん、で一緒に作品を提供していただいたり作っていただいたりしてるんですけど、うん、今までもたくさんの方が参加されてて僕もほとんど全部聞かせてもらったんですけど、ありがとうございます。もう逆にこう一番自分らしくというか、うん、そういうふうにもぶつけた方がいいなと思っておっしゃっていただいたように、もうイメージはもう自由にとおっしゃっていただいたのがよくて、本当に春夏秋冬という日本の心って歌詞にありますけど、すごいですね、なんか小さい子から大人からもう本当にご年配の方まで聴いてもらえるような歌に仕上がったかな、なんかすごく好きな歌ができました、はい、もう小袋の世界をなんか石川まといながら、何かまた自分の中でそうやってコラボレーションすることで新しき血が騒ぐような感じがして、本当に今回も素敵な何か自分の体の中に芽生えてムクムクとしております。早く聴いていただきたい。そうですね、6月の21日がリリースの予定なんですね、はいはい、仕上がりを楽しみにしていてください。